滑るように下がっていきます。皆さんこんにちは、フィットネスサイクリストのケンケンです。本日はデッドリフトという筋力トレーニングの種目を紹介をしていきます。デッドリフトの種目は使う筋肉はこのもも裏やお尻、ヒップ、背中など背面部の筋群を連動して使う種目となります。ですのでライドポジションで腰が痛い、背中が痛いなどの各症状においてしっかりと強化をすることでその改善につなげることもできるエクササイズです。日常生活でも姿勢が良くなったりヒップのトレーニングとしてもとても良い種目なのでしっかりとやり方をマスターしていただければと思います。段階的にできるようになっていくためにまず一つ目の段階、股関節のヒンジ動作、股関節の付け根を挟み込む動作をしっかりと習得をしていきます。まず一番最初はこのクイックルワイパーとかでも棒状のものなら何でも大丈夫です。股関節にしっかりとこの付け根の部分に挟み込むようにお尻を引いて立ち上がる、お尻を引いて立ち上がる、この体をくの字にする動作をまずはしっかりと習得をします。お尻を引いて立ち上がる、この時のポイントはしっかりと背中が一直線綺麗な状態になるようにしてください。例えばこの時に腰がこのように曲がってしまう、背中が曲がってしまうような状態だと全部負担がここに行きます、腰に行きます。なのでしっかりと挟み込む動作を行うとこのヒップの筋肉やハムストリングス、そして腰の筋肉までしっかり全部使って立ち上がることができます。まずはこの体をくの字にする動作から始めていきましょう。もも裏のストレッチ感もしっかり出てくるので柔軟性の改善にもつながります。 OK です。では次に実際に重りを使って行っていきます。今回僕はバーベルを使っていきますけれども、お家にある重りであれば何でも大丈夫です。ダンベルでもペットボトルでも何でも大丈夫です。じゃあまずはバーベルのやり方で説明をしていきます。まずはしっかりとバーベルに近寄りましょう。そして足は腰幅です。手も肩幅で握っていただいて、まず背中をグッと入れたらゆっくりとこのまま立ち上がる。そして一歩後ろに下がりましょう。先ほどと同じように足を腰幅にキープします。では前の段階で作ったヒップヒンジ、股関節を挟み込む動きを意識してゆっくりとお尻を後ろに下げていきます。引いていきましょう。この時に膝を軽く曲げる程度です。背中の綺麗な一直線のラインが維持できたらそのまま立ち上がります。ゆっくりと吸いながら下ろして吐いて立つ、吸いながら下ろして吐いて立つ。目安はすねの真ん中あたりまでバーベルを下げるようにしましょう。背中は綺麗なラインです。一直線を維持して立ち上がります。この時に肩がキュッとこうすくめないように肩は常にリラックスです。バーベルはももの上を滑るように下がっていきます。軌道はまっすぐに行いましょう。終わったらゆっくりと前に進んでバーベルをセットします。では次にダンベルを使ったデッドリフトについて説明をしていきます。用意するものはダンベル1つです。ではまずこのダンベルを一番最初に床に置きましょう。もし立てれるようだったらこのように足の間に立てるようにしてください。足は腰幅に開きます。先ほどのヒップヒンジの動作をしっかりと使って股関節を挟み込むようにお辞儀をしたらそのまま手を伸ばしてダンベルを掴みます。胸を張って立ち上がる。ゆっくりと息を吸って吐いて立ちます。置いていた位置に戻るようにダンベルを下ろして立ち上がりましょう。この動きを繰り返していきます。前の方から見せます。
お尻を引いて膝は軽く曲がる程度。背中はまっすぐ、頭から腰のラインまでしっかりとまっすぐのラインを維持して立ちましょう。ポイントはもも裏のハムストリングスがちょっとストレッチされてるような感覚を持って引き上げます。目線は斜め前、終わったらダンベルをゆっくりと地面に戻します。これがダンベル1つを使ったデッドリフトです。